今回の裏技は、空飛ぶ船の行き交う浮遊都市の世界、ゴータを舞台に、臨場感あふれる 3D 空間で戦闘が繰り広げられるシミュレーションゲーム、ゴータイスマイリア戦役です。適当な船を選択し、移動画面になったら、機動力を少し残すように移動させ、方向ボタンの上か下と、L か R ボタンを同時に押します。成功すると、機動力はそのままで、障害物がない限り、横方向へどこまでも移動できます。同じ要領で、方向ボタンを斜めに押すと、縦方向にも無限移動ができますが、縦方向は制御が効かないので、狙ったポイントに移動させるのは難しいです。このように、いきなりボスの後ろまで移動させて、速攻でクリアすることが可能になります。空母から発艦済みの艦載ユニットは、一度攻撃などの行動をした後に、行動終了していない母艦に着艦すると、機動力と HP が回復して、再び発艦して行動することができます。つまり、1ターン内に2回攻撃を行うことも可能となるわけです。シング編、ナルマダ編、イグアス編のシナリオを全てクリアしてからゲームをスタートすると、会話のセリフに心理描写が追加されるようになります。了解しました。ゲームをクリアしたセーブファイルには、クリアしたエンディングの種類に応じて星が増えていき、すべてのエンディングを見たファイルには星が10個つきます。この星が10個ついたセーブファイルをロードすると、デバッグモードに入ることができ、ステージセレクト、ムービー、効果音、BGM の視聴、といったモードを選択できるようになります。古代遺跡へと進路を取って